エドアール・ブランドンは、フランスのユダヤ人画家である。ユダヤ人に関するテーマの絵画などで知られる。エドアール・モイーズ、アルフォンス・レビと共に19世紀のユダヤ人社会を描いた代表的画家である。パリで生まれたとされるが、ボルドーやポルトガルの生まれだとする説もある。スペイン系ユダヤ人の父親は裕福な投資家で、あったとされるが、歌唱であったとする資料もある。 1849年にパリのエコールでボザールでアントワーヌ・アルフォンス・モンフォールやフランソワ・エド・アール・ピコ、ジャンバティスト・カミー・ユコローに学んだ。コローとは生涯を通じて交流した。1856年にローマに移り、1863年まで滞在した。ローマではエドガードがと知り合い、互いの作品を収集に加えた。ローマのサンタ・ブリジダ教会で仕事をし、 カトリックのテーマの絵画も描いた。1863年にパリに戻った後、ユダヤに関するテーマで描き始め、ラビアシナゴーグを描いた。1865年と1867年のサロンで入賞した。ドガに誘われて、1874年の第一回印象派展にも出展した。パリではアイルランド出身の画家ナサニエルホーンとも親しくなり、ホーンは ブランドンのスタジオに滞在した。多くの画家との交流から1897年にパリで亡くなった時、コローやアングルの絵画を含む176点のコレクションが残され、競売にかけられその一部はユダヤ、芸術歴史博物館の収蔵品となった。ありがとうございます。